これは一人前の魔女を目指すため青森に引っ越してきた少女のお話。やっぱりこっちはいいですね。落ち着くと言いますか、時間がゆっくりと言いますか。今日からこの家に住むことになった小畑誠、俺たちのまたいとこにあたる親戚だ。居候？あ、にゃこだ。はじめまして。この度こちらの方で魔女をやらせていただく小畑誠です。時にご迷惑をかけるかもしれませんが、よろしくお願いします。テレビ青森放送ほかで4月9日放送開始です。楽しみですね、チトさん。